はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、今日私ちょっとやりたいことがいくつかあって、あのお家のちょっとした整理、そんなにこう大掃除ではないんですけど、ちょっとした整理と、アベマの AW の案というか、全体的なイメージだったりとか、デザイン案とかも今日やっていきたいなっていうふうに思っているので、今日はそれをちょっと動画回しながらやってみようかなと思います。まずはちょっとお部屋のね整理。この前私家族旅行行ってて、そこから帰ってきた後のちょっとぐちゃっとした感じだったりとかもあるので、まあ、それを一回ちょっと整理しつつ、まあ、少し断捨離もしたいなと思ってるんですけど、まあ、それもやりつつで、AW のねコンセプトじゃないですけど、それも多分ちらっと前になんかで動画で映したことあったと思うんですけど、こんな感じでやってるみたいなのもみんなに知ってもらうのも面白いかなと思うので、今日はそんな感じでやっていきたいと思います。もう今日はほぼほぼすっぴんなんですけど、はい、ということでよかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。ちょっとお香を焚きながらやろうかなと思うんですけど、これね、その家族旅行でコンピラ山、結構いろんなとこ回ったんですけど、コンピラ山に行った時に、下る時にめっちゃいい香りすると思って振り返ったら、お香がたくさん売ってて、その中でもね、このなんて言うんだろう、木蓮マグノリア、これが炊かれていてめっちゃくちゃいい香りだったので、これをね自分のお土産として買ってきました。もう一種類買ったんですけど、ちょっと今日はこれを炊いて、心もちょっとリラックス、リセットしていきながらやっていこうと思います。このね、お香のお皿も買ったんです、新しく。可愛いですよね、インヤン柄の。こちら見てください謎にコーディネートが組まれてますが、私結構こういう感じでたまに、本当急になんですけど、なんかちょっとコーディネート組みたいかもみたいな衝動に駆られる時があって、だからその時にこういう感じで今の気分だったりとかを考えてコーディネート組んで写真に撮っとくんですよ。でそれを iPhone のねフォルダ作って、なんかコーディネート困った時とかにパッて決められるようにストックみたいな感じで、コーディネートのストックみたいな感じで組むのがすごい好きで、それをねやった痕跡がありますね。この方でも可愛くないですか、ちょっとガーリー系で今回組んでますね。ガーリーな気分だったのかな。そう、このジャケット結構質問もらうんですけど、このねリリモダっていうのかな、アルカナアーカイブっていうすごいなんか個性的なお洋服が集まったセレクトショップみたいな、セレクトじゃないか、ゾゾみたいな感じかな、いろんな店舗が集まったやつがあるんですけど、そこのやつ、そこで買ったやつで結構質問もらうんですけど、可愛いですよねこのリボンは。でちなみにこの中はアベマのトップスです。これ袖口がねレースアップになってめっちゃ可愛いんですよ。でこのピンクもなんかなんだろう、真っピンクっていう感じのピンクじゃなくて、ちょっとくすんだピンクだから、なんかこういうブラウン系、これステッチブラウンなんですけど、がすごいなんかマッチしたりとか、でもなんかちょっとこういうねレースの柔らかいトレンドなボトム、ガーリー系のボトムとかともめっちゃ相性いいし、これすごい使えます。で白タイツ合わせてますね、感じでコーディネート組んでたんですけど、これはもう写真撮り終わったので片付けたいと思います。Thank you.
今ねこっちの石尾部屋というかの方に来たんですけど、ここら辺にねこれはね部屋着これは、まあ、部屋着なんですって。着替えた後の部屋着かな、ちょっと置いちゃってましたね。なんですけど、なんかここら辺とか本当はこのねハンガーの方にかけたいんですけど、ハンガーが今もう足りなくなってしまって、かけれてないお洋服結構いっぱいあるんですよ。だからちょっと断捨離したいなって思います。本当に軽くなんですけど、パパパパって見て、これはもうちょっと着ないかなってやつをちょっと分けて、ハンガーの空きを増やしたいと思います。どうせねまた春服夏服とゲットしていくと思うから、ここら辺で断捨離をしないといけないなということでやっていきます。実はでもね見えにくいかな、断捨離したやつもなんかここら辺にちょっとあったりはするんですけど、やっていきます。シュ無意識でシュが出た。よし、結構まあそうですね、キャミとかが多いかなっていう感じ。アウターアウター整理できたらでかいか、結構ちょっとアウター一回見てみようかな。アウターの整理はできますかね。そうていうか、私ルームツアーをやるって言って全然やってないと思うんですけど、ちょっと本当にそろそろね新生活にもなりましたし、やりたいのでそれの準備として今回ちょっともうお部屋もね片付けようかななんて思ったっていうのも少しあるんですけどね。実はなんか断捨離できるかな。このパーカーとかあんまり着れてないから、ちょっと断捨離しようかな。まだ全然着れるんだけど、結局ねいつか着るって思っておいて、あんまり着てないなっていうやつは断捨離した方がいいんですよね、絶対に。ちなみに最近の私の一軍のアウターを紹介したい。これなんですけど H&M のデニムジャケットで、これめっちゃ可愛いんですよね。めっちゃ着てる最近、超合わせやすくて、なんかねベージュとも捉えられるけど、私はまあオフホワイト的な感じで着てますが、このデニムのジャケットが超可愛くて、若干くびれてて見たことある人も多いと思うんですけど、そうこれめっちゃ着てます最近。ほんと合わせやすいんですよね。お気にお気にです。そんな話はどうでもよくて、このパーカーも全然着てないな。めっちゃね肉厚で超可愛いんですけど、そうバッドブラッドのやつで全然着れてないから、これもちょっと断捨離しようということで、ハンガーが2個も開きました。すでになんかねこう実際にやろうと思ってやると結構断捨離できるんですけど、日頃からのなんか整理みたいなのが私本当苦手なんだよな。日頃からできたらめっちゃ楽ですよね絶対。とりあえずちょっとここ最近あんまり着れてないかなってやつを断捨離して、うん、アーターこんな感じ。キャミ系も本当に私多すぎてパンパンなんだよね。なんか私の一個断捨離できない理由としては、こう見ていくじゃないですか。でなんかあんまり着てないなって思ったものとかがあっても、なんかパッて頭の中でコーディネート、あこうやって組んだら可愛いなでもって考えちゃうんですよ。それでね一向に断捨離できないっていう実際にそれを組むか組まないか別として、可愛いコーディネートが思い浮かんでしまうので、イコール断捨離できないというね、この癖どうにかやめたいですよねこの前も私友達に、なんか私って本当に整理ができなくって、でも最近ねちょっとなんかいろいろ整理できるようになってきたんですよ自分の中では。それを言ったんですね。でも最近ちょっと頑張ってるんだよねみたいな、なんか収納もちょっといろいろやってとか言って話してたんですけど、でも私が掃除が苦手でみたいな感じで言った時に、いやあんたは掃除が苦手とか収納が苦手とかじゃなくって、もうただ単に物が多いんだわって言われてぐさってきましたね。間違いないと思ってその通りです、おっしゃる通りですと思いながら聞いてました。友達からもね、私はやっぱ物が多いって思われてるらしいですね。まあそうですよね、普通に考えてね、
多すぎるから一人暮らしの量ではないっていう、シンプルにこのぐらいかな。結構まあ自分の中ではできたんじゃないかなと思います。よし、ということで結構ハンガー増えました、増えましたっていうか空きができました。前あのクローゼットのリニューアルみたいな感じで動画出した時にハンガーをね新しくゲットしたと思うんですけど、このマワハンガーってやつ、これ結構やっぱいいですね。なんか肩つきたくないやつとかは割とこれでかけてます。最近こっからまあちょっと今までしまえてなかったやつたちを収納していきたいと思います。はい、ということで今からですねちょっとこちらのたまりにたまったデニムちゃんたちをちょっと断捨離していこうかなと思います。こんな感じでめちゃくちゃあるので、これをねどのくらい隙間を増やせるかそんなにビフォーアフター変われるかわかんないですけど、まあ、結構最近デニムもなんか前までほどめちゃくちゃ履かなくなったっていうか、最近の気分的には割とデニムみたいな感じじゃなくなってきたかなって個人的には思ってるので、いろいろ断捨離できそうかなとは思ってますので、早速やっていきます。やばい、快挙が起きてる。じゃん、こんなにも整理できた。こちらが整理した山積みのデニムたち。そしてなんとじゃん、こんなに空いた。すごくない？私にしてはめちゃくちゃ断捨離できた。まだまあこんなにあるんですけど、まあ、ただですね、実はまだこのね引き出しの中にデニムがあったりとか、こっちのね棚のここにもまだデニムがあるので、とりあえずこれを今まであの全部かけれてなかったから、一緒にこれを整理しながらこっちにまた移していこうかなと思います。はい、ということでこんな感じで全部かけれました。無事に、よかった。まだねちなみにこのぐらい余ってます。なのでめちゃくちゃ断捨離できました。嬉しい、すっきりしました。今はこんな感じでノートにねどん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 まとめてマップを作っていくんですけど、それの、あの画像を印刷するためにちょっとこんな感じでまとめたりとかして今作っております。これで何個かこういうのまとめたのを作って、それをコンビニとかで印刷して、それをねノートにまとめてっていう感じでやっております。やっぱ AW は前にね動画でも話してたんですけど、ヒョウ柄が引き続きちょっと気になっていて、こんな感じでヒョウ柄のものを集めたりとか、イメージリファレンスっていうんですかねを集めて作ってます。なんかこれをすることで全体的な自分の気分だったりとか、こういうアイテムを作ってこれと合わせてコーディネート組むとか、そういうのがだんだん見えてくるので、毎回結構行ってる作業です。
続きちょっと作っていきたいと思います。じゃん、印刷してきました。おう、チョキチョキ切っていって、ちょっとマップを作ってみようと思います。ちなみに2024年春夏の、まあ、マップというかがあるんですけど、こんな感じで作ってます。で、まあ、それに基づいてちょっとデザインもこんな感じでいろいろ考えて、今回の考えるのが2024年の AW なんですけど、いつもキーワードとなることは一応決めていて、去年の AW は Follow Your Heart っていう、自分の心に素直になって自分の思うままにというかファッションを楽しめるとか、私が人生今まで生きてきて学んだことなんですけど、なんかやっぱ自分に素直でいないとこう相手も心を開けないしっていう、とにかく自分の心と一回対話をしてじゃないですけど、こう素直になることってすごく大切だなと思ったので、その意味を込めたテーマにしていて、だからこれもそうだ、 AW 出したやつなんですけど、 Follow Your Heart っていうのプリントをしました。 SS はちょっとまだこれ上がる頃には発表はできてないと思うんですけど、もうすぐできるんですが、 Don't be afraid っていう、まあ、この春になって気持ちが切り替わる新年度になるので、なんかそういった春とかに出るコレクションとして、忘れないで新しい環境や新しい試みをスタートするみたいに、アベンマーからもあんまりちょっと今まで出してこなかったような、ちょっと新しい感じのファッションを提案する予定なので、それとリンクさせて新しいファッションへもちょっと挑戦しようじゃないですけど、っていう意味を込めてこのテーマにしたりとか。で、今回私がこの AW でなんか伝えたいメッセージというかテーマにしたいなって思ったのが、まだ提案前だし発表も全然まだまだ先だと思うので、あんまりこう全部を全部言い過ぎるのはちょっとあれかなとは思うんですけど、個人的にちょっと考えているのが Hold Me Tight っていう、歌とかでもよく使われてると思うんですけど、 Hold Me Tight みたいな、わかんないけど、こうギュッと抱きしめるっていうか、自分を抱きしめる、抱きしめてみたいな感じの意味があると思うんですが、まあ、なんかそういった感じで、まあ、秋冬ってやっぱりちょっとこうね、気温的にも寒かったりとかするので、こうあったかみが欲しかったり、ちょっとこう人肌恋しくなる時期だと思うんですね。なんかそういう時に自分自身でもいいから、なんかこう抱きしめてあげたいとかっていうのをちょっとテーマにしたいなーなんて考えていて、だからまあなんかそういう感じで、ちょっとお洋服も割とこう肌にフィットしてくれるようなものを使いたいなとか、まあ、あとはちょっと生地重ねてみたりとかして、まあ、そういう感じで着てるだけでも心が温まるような、そんなコレクションにしたいですなんて思ってます。っていうのをまずちょっと書いていこうかなと思うので、ユウが抜けてた。ユウもいるよって。ユウ忘れないで。2024、2025。なんか鼻声なんですよね。ちょっと前に多分乾燥で喉やられてから、なんか鼻声になってしまいました。
私鼻炎だからいつも基本的に鼻声なんですけど、いつも以上に鼻声です。はい、ということでこんな感じでできました。私の伝えたいメッセージページで、今からはムードモード的なのを作っていこうと思います。はい、ということで今回はこんな感じで、私の一日って言うか分かんないですがの Vlog を撮っていきました。今日はやりたかったことが結構できたので予定通りに良、かったかなと思います。お部屋もすっきりしたし、アパレルの方も順調になんとか進められそうかなと思います。そう、今ね絶賛 SS の方も動いているので、ちょっとアパレルの方でバタついていて、 YouTube がねちょっと更新がもしかしたら止まっちゃうこともあるかもしれないんですけど、まあ、こういう感じでなんか、まあ、アパレルの仕事でどういうのやってるとかもみんなに見てもらってお届けするのもありかなっていう風に思ったので、こういう動画も楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。結構 DM とかでもその私もアパレルで自分のブランド立ち上げるのが夢でとか PM をもらったりすることもあるので、なんかまあちょっとでも参考になったらいいなっていう風に思います。まあ、ブランドさんによってやり方とか全然違うと思うので、まあ私のブランドアベンモアではこういうことを私はやってるっていうのをお見せできたらなって、今後もちょっとずつやっていけたらいいなっていう風にも思ってます。私がやってる内容以上にもっともっとやらなきゃいけないこととかたくさんあって、もちろん私一人でやってるわけじゃないので、こうチームの皆さんがいて、チームの皆さんが他のことを補ってくれながら、私はそのディレクターとしてこうやるべきことを頑張ってやっていきます、いるつもりです。まあ、さっき考えてた AW もねもちろんなんですけど、本当にもう間もなく SS の新しい新作もお見せできそうかなって思うので、まあ、この動画がいつ上がってるかわかんないですがチェックしてください。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。